氷のバケツをかぶってですね、何をしようかということですけども、 ALS というとっても難病があります。これはもう本当に筋肉が萎縮してしまう怖い病気で、有名な野球の選手のルー・ゲーリック、私も大変子供の時尊敬しておりましたが、ベーブ・ルースと一緒に活躍しておりました彼がかかって有名になった病気であります。もう筋肉が萎縮して本当に怖い病気ですね。これに対する対策がまだ十分にできてないということで、一刻も早くこの対策をすべく、またその病気を多くの人に知ってもらいたい、対策をみんなで早く実行したい、そういうようなことで、これを多くの人に認知してもらい、かつ対策を急ごうという意味でのチャリティーであります。日本にもね、そういうチャリティーの文化が少しでも早く多くの人に広まるといいなと思っております。このチャリティーの運動にはすでに、マイクロソフトのビル・ゲイツだとか、アップルのティム・クックだとか、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ、いろんな IT 業界の著名な人が参加しております。私には敬愛するフォックスコンのですね、テリー・ゴーから指名ということで昨日、回ってきました。私も氷水をかぶってですね、体を張って少しでも、この運動が広がるように、協力したいと思います。それではかぶります。指名が回ってきましたので、次の3名を指名しておきたいと思います。ヤフーの宮坂、ガンホーの森下君、スーパーセルのイルカ、それじゃあだんだん寒くなってきたな。そろそろ行きます。よー